皆さんこんにちは、新宿情報局です。新宿区の区政情報を新ちゃんと一緒に発信していきます。ナレーションはおよべが担当します。よろしくお願いします。今回ご紹介する内容はご覧の4つです。まずはこちらから。令和4年12月1日現在、新宿区内では278名の民生委員、児童委員の方々が活動を行っています。厚生労働大臣から委嘱を受け、地域の皆さんと区や社会福祉協議会などとのパイプ役として活躍しています。新宿区民生委員、児童委員協議会の貫名会長にお話を伺います。よろしくお願いします。はい。普段どのような活動をされているのでしょうか。はい、生活上の様々な相談に応じています。また相談内容に応じて必要な支援が受けられるよう、地域の専門機関との架け橋、つなぎ役にもなります。活動内容を具体的に教えてください。地域住民の一員として一人暮らしの高齢者等の訪問や見守り、子どもたちへの声かけ等を行っています。家庭や生活の相談はプライベートなことで相談しにくいと思いますが、私たち民生委員、児童委員は厚生労働大臣から委嘱を受け活動をしています。民生委員、児童委員には法律で守秘義務が義務付けられています。相談内容はすべて口外することはありませんので、安心してご相談ください。皆さんは地域に根ざした相談役ということなんですね。最後に貫名会長からご覧の皆様にメッセージをお願いします。はい。私たちは町の身近な相談役として区民の皆さんのお話を伺います。どんな些細なことでも構いません。心配事やお困りのことがあれば、ぜひ私たち民生委員、児童委員にご相談ください。民生委員、児童委員について詳しくはこちらまでお問い合わせください。続いてはご覧の項目をお伝えします。高齢者の暮らしに役立つ情報を検索できるホームページ、サガセール新宿をご活用ください。サガセール新宿では、お持ちのスマートフォンやパソコンで在宅医療に関わる医療機関や住民主体の通いの場などの情報を検索できます。ぜひ日々の健康づくりや介護予防などにご活用ください。12月22日に戸塚特別出張所でマイナンバーカードの申請をお手伝いします。ご覧の時間にサポート窓口を開設します。二次元コード付きのマイナンバーカード交付申請書を戸塚特別出張所サポート窓口へお持ちいただくと、その場で写真を撮影して申請を完了できます。ぜひお越しください。12月19日から2月28日に各地域センターでマイナポイントの申請をお手伝いします。パソコンやスマートフォンをお持ちでない方や操作が苦手な方は、区マイナポイントコールセンターへ電話予約の上ぜひご利用ください。会場ごとの日時、持ち物などは広報新宿12月5日号や区ホームページでご案内しています。年末年始の区役所特別出張所の会長日時をお知らせします。区役所特別出張所の業務は、年末は12月28日まで、年始は1月4日から開始します。年末年始とも受付時間は午前8時30分から午後5時までです。その他区施設についての業務は広報新宿12月15日号でご案内しています。今回はご覧の情報をお伝えしました。お困りごとは地域に根ざした民生委員、児童委員にご相談ください。それでは次回もお楽しみに。